6月22日、東宮区にある上水道施設東南江水源地を南東東小学校の4年生の児童が見学しました。この見学は社会科の暮らしと水の学習に役立てようと行われたもので、役場上下水道課の職員が現地を案内しました。東南江水源地は南伊勢町内の東宮、納屋浦、仁江浦地域に水を供給する水源地で、水源の井戸、取水ポンプ、滅菌用の薬剤を自動で注入する装置、総水量を計測する設備などを備えており、昭和46年に完成しました。見学ではまず役場職員から水を滅菌する装置や薬剤、取水ポンプについて児童たちに詳しく説明がされました。続いて児童たちは漏水調査に使われる地面の中の音を確認する探知機の体験をしたり、漏水現場についての解説を役場職員から受けました。すごい、ここにして歩いて漏水探していくの DJ みたいになってるな。めっちゃきつい。そうそうそう、すごいな、水が流れてる、水が流れてる、うん、で、水だけじゃなくて車の水源が近くやもんで、よう水が流れることがあるので、どうして見たこと、水道管が出てきて、ちょうど管切ったとこで、この下の写真がこうやってひび割れがあって、ここから水がすごい漏れてきとって、大変なことになってました。ちょうどここが さっき写真で見てもうてんけど、ちょうどこんにしてこんだけ太い管のこんだけ割れとったら1時間ぐらいでここからジャーって出とったもんで、大変なことになってました。まあ、ふっとかでもちょっと頑張れ。最後に児童は上水道の配管に使われているパイプの種類について、用意されたパイプの実物を実際に自分たちで触りながら説明を受けました。この水源地の見学を通して、児童たちは身近な水道の仕組みや水の大切さをとても楽しみながら学んでいる様子でした。どうやって水をきれいにしとるとか、なのかとか、いろいろ質問ができてよかったです。水の音が、いつもと違う音がしたのが面白かったです。一番すごいと思ったことは、水道管の音を聞いたことです。燃える音みたいな激しい音がしました。今日は水を大事にしていきたいと分かりました。音を聞いてすごい音をやったのでまた聞きたいです。絶対地震で壊れへんパイプと水通りました。